中国代表指揮官が自信満々、日本代表撃破に言及きた。中国代表のブランコ・イヴァンコビッチ監督が日本代表戦の意気込みにて、初めの試合で私たちは日本2対7で敗れたが、その後のサウジアラビア戦を戦い、パフォーマンスはより上がった。日本戦の後のチームには満足していると話し、日本はワールドクラスの強いチームだと知っているが、今回はホームでの試合だし十分にこのゲームに備えていて選手たちは 100% の力を出すことを最優先としている。日本がたとえ世界レベルの強豪チームだとしても心配はしていないと自信を覗かせた。試合前から白旗上げるわけにはいかないしね。心配はした方が良い。自分の首がかかってるんだから。今じゃ聞き慣れてスルーだが、改めて対戦国がみんな口を揃えて日本をワールドクラスの強豪国っていうのだから、すごい時代を見てるんだと思うわ。対戦前のチーム監督として立派なコメントだと思う。日本嫌いのインドネシア監督とは雲泥の差ですね。日本に勝つとは言ってない。次は0-7の大差で負けないことは心配していないということだと思います。この監督はアジアの監督としては名将だと思う。狙い通りにことを進めてるのが中国。何気に日本以外の相手からは点取ってるし、勝ち点3を計算していた相手からはきっちり稼いでいる。ここまでこの監督のプラン通りだからな。ま、自問の名将だと思うよ。そらあんだけボコられたら完全に諦めるか、できるかは別として必死こいて対策するかの二択でしょうね。今回はホーム開催で直近2連勝と勢いに乗ってるので、前回のようにプレスなしのドン引きサンドバッグ状態では来ないでしょう。まあ采配は監督次第だが初戦と違って洗練されてきたと思う。ただ日本にも慢心はないし、心配はいらないでしょう。日本代表にも弱点は当然あるし、中国は根調子いいから自信があるのもわかる。日本代表にはそれすらも叩き潰してほしいが。